カゼロ班売れない芸人20年の刑に処されている懲役ホズミです。懲役太郎のモノマネをしており、今日の動画はですね、プレイステーション5の発表会が日本時間の6月5日の午前5時から1時間 YouTube と Twitch の中であるということで、 PS5 で出てほしいタイトル、私の参戦、これをですね、伊集院光さんの20点モノマネでお送りしたいと思います。はい、どうも、伊集院光です。ですね、プレイステーション5の発表会、タイトル、発売されるタイトルの発表会がなんと日本時間の6月5日午前5時からあるということでですね、このね、こういうイベントむちゃくちゃね、すんごい盛り上がるんですよ。私もね、スクエアエニックスのイベントとかをこうね、見させてもらうと、これライブすごい盛り上がるんですよ。こうね、主催者が出てきて、例えば 今だったらファイナルファンタジーって言うと、ファイナルファンタジーが出るかもしれないから、ブワーって世界中のゲームファンがブワーってなるんですよ。やっぱアメリカとかだと、だから例えば今15まで出てるから、次が16かもしれないし、もしかしたらファイナルファンタジー7のリメイクがこっちで出るかもしれないみたいな、だからファイナルファンタジー16になったらブワーってなって、こういうイベントめちゃくちゃ盛り上がるんです。でね、私的に出してほしいタイトル、まずこれでございます。シーマン、これ言わずと知れたですね、1999年に初めに出た、ペット、音声認識でマイクね、専用マイクに、おいシーマンって言うと、なんだよって言って、なんだか面倒くさそうに答える、ペット魚、人面魚、魚の顔にこう人の顔がついて人面魚を育てるってゲームなんですけども、これめちゃめちゃ面白かったんですよね。当時同時期に発売されたポケモンのピカチュウ元気でチューっていう、ピカチュウを育成する同じね、音声認識ソフトがあった、ピカチュウって言ったらピカピカっていうゲームがあったんですけど、それが同時期だったもんだから、シーマンにですよ、僕兄貴が持ってたんで、ちょピカチュウって言ってみたいって言うと、ピカチュウって言うと、お前絶対その名前で呼ぶなよって怒るんですよ。これ今だったらですよ、SNS があるから、インスタグラムとかツイッターとかでめっちゃ流行るはずなんですよ。シーマンにこう言ったらこうなったみたいな感じで、しかも昔はアップデートっていう機能がなかったんだけど、今だったらアップデートできるじゃないですか。だからつまりどういうことかというと、最新のニュース、例えば芸能人の不倫のニュースとかがあったとしますよね。その時にアップデートしとけば最新のニュースに答えられるんですよ。おシーマン、誰々さんの不倫についてどう思うって、俺は興味ねえよお前よ、あれはどうせあれだろみたいな感じでいけるんですよ。何でもいけるじゃないですか。これ絶対超流行るはず。社会 当時ですら社会現象になったんですよ。シーマンってあれ、いろんな判決がちょっと揉めてうやむやになってるせいで、こんだけなんか先進まないらしいんですけども、シーマン、まず、そして次、はい、鉄器、これすごいんですよ。カプコンが出した鉄器っていうロボットゲームなんですけど、ロボットが戦争し合うゲームなんですけど、すごい、これのすごかったのが、コントローラーが2万円するんですよ。 XBOX で出てたんですけども、はじめ、まあてか XBOX のやつなんですけど、基本的にはコントローラー2万円するんですよ。わかります？これなんかですんごい、まあ、こうキーボードじゃないんですけど、こうやってコントローラーがあるんですよ。これが3つぐらいついてるんですよ、ここにも。うちの兄貴ゲーマーだから持ってたんですよ、それ。僕やらしてもらって、難しくて僕3面までしか行けなかったんですけども、すごいのがいっぱいスイッチがついてるんですよ。こうレバーがついてるんですけど、はじめに鉄器 そのロボットを起動するのにほとんどのスイッチ使うんですよ。ほとんどのスイッチはチッ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 ってこうやってレバーあるじゃないですか。なんかよくロボットアニメとか、まあ、飛行機のパイロットとかに憧れてる男だったらわかると思うんですけど、こうやってカチ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 ブイーン、スイッチオンっつって起動するじゃないですか、ロボットとか飛行機って。それができるんですよ。まあ意外とね、チャチーンですよ、コントローラー自体は。だけど
今これをさらに2万円で作ったらどうなるのかって。さっきはシーマンは SNS と親和性が高いって言ったじゃないですか。このテッキに関してはクラウドファンディングと親和性高いと思うんですよ。コントローラーを2万分かんないけど、まあ、5万ぐらいで作りたいから募るみたいな感じで、で例えば1個5万ぐらいするコントローラーでテッキをやるプレステ5、すごいんですよ。このこれしょ、これキーボードが3つぐらいついたコントローラープラス、ね、フットペダルがついてるんですよ。あの車のね、アクセルとブレーキみたいな、これでやるの、ゲームもうわーってめちゃくちゃ難しいけど、まあ、面白かったかとか微妙なくらいすごいんですよ。難しいので開発者によるとですよ、このテッキの本当は脱出ボタンをピンチの時にね、バーン脱出するボタンを、これ脱出しないとセーブしてないで死んじゃうことになっちゃうんですけども、脱出ボタンをバリーンって割れるガラスで作りたかったんですね、一回一回。だから割れちゃうから一回使ったらまた買わなきゃいけないんですって。本当はそうしたかったんです。そんな別売りにしたかったんです。その、なんつうの、脱出装置だけを、脱出ボタンだけを。これ実現したらめっちゃおもろかったじゃないですか。どう考えてもこれ今やるべきなやつなんですよ。だから脱出したくないじゃないですか。お金かかる。だから脱出したくないけど、ギリギリで、ああ、もう脱出だっていう決断をプレイヤーに迫られるっていうアイディアがあったっていう、すごいゲームなんです。これを PS5 で出してほしい。ゲーム実況にも絶対今の信用性高いはずなんです。はい、これが2本目テッキでした。そして3本目、これは完全に私の伊集院光こと私懲役ほずみの個人的な思い出のあるソフトなんですけど、レミングスです。これ僕がスーパーファミコンを買った時に一番初めに買ったソフトで、思い入れがすごいんですけども、集団自殺するネズミがいるんですけども、それをこう助けるっていうゲームなんですけど、まあこれ結構ね、後々レミングっていうネズミは、あ、まあ集団自殺っていうのはこれ嘘だったって話になってきてるんですけど、でもすごいの、これ超面白いんですよ。レミングがウィンウィンウィン出てくるんです。どん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 湧いてくるの、ポン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 って。これを画面の端っこにあるゴールまで導くんです。初めはこうブイーンってね、レミングがこう歩いていくんですけど、途中で崖があって何にもしないとエーオエーオ、どん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 死んでいくんですよ。これを前にいるレミングが橋を作れっつって、パチパチパチって橋を作るんですよ。カチカチカチって、ま、前にいるレミング、後ろからどん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 レミングが来るから、ネズミがね、まあ人間の形してるんですけど、テク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 歩いてくるから、前にいるレミングが橋を作ってるでしょ。橋を作ってる間にもアーって落ちていくんですよ。で橋が出来上がるとウィンウィンウィンでゴールしていくっていうゲームなんです。これめちゃくちゃな哀愁がすごいの。この僕昔持ってて、友達ん家持ってったら僕ヒーローになりました。このゲームめっちゃおもろすぎて、もうみんな小学生、本当に中学生か小学生の頃だったんです、中学生かな頃だったんですけど、すげえこれ面白いっつって、レミングって途中壁があるとこう跳ね返るでしょ。レミングがこの壁をなんとかせなあかんから、今度はしなきゃいけないから、今度はレミングを自爆させるんですよ。自爆させる指令をプレイヤーがピッて出すと、頭に5 4 3 2 1 Oh no! バーンってレミングが爆発するんですよ。このレミングが爆発すると壁がバーンって壊れるから、ウィン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 ってレミングがいっぱいゴールするんですよ。すごく自己犠牲の物語、これいい道徳になるでしょ。これなんかね、1999年に出てるんですけど、僕調べてみたら結構リメイクされてて、実は2017年には Android 版とiPhone 版があるそうなんで、これちょっと注目なんですけど、このゲーム音楽が全部クラシックなんですよ。背景で流れてる音楽がなんかいろんなチャイコフスキーとかいろんな音楽がいっぱいあるんですけど、ベートーベンとか、
それ流れながらいっぱい出てくるレミングが100匹かな、なんかいっぱい出てくるんですよ。でその冷凍を変えられるの、出てくるスピード、いっぱい出てくると、いっぱい出てくるとレミングがいっぱいゴールするんですよ。まあ、その次のゲートがあるんですけど、ブレン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 って面白いんだこれの。まあだからゲーム実況もこれもやりたいし、なんだろうこのレミング可愛いんですよこれ。2とかもあるんですけども、1の方が全然面白いんですけど、レミングねえ、だからそんな感じでプレイステーション5ぜひ。なんかちなみにコントローラーにはもうマイク初めから内蔵されてるそうなんですよ。すごくないですか。ということでシーマン、テッキー、レミングス、レミングス、この3つ出してほしいと思います。そんな感じで、発表会楽しみにしましょう。こんな感じで小出しに発表会ぜひやってほしいんですよ、盛り上がるから。そんな感じでゲーム発表会プレイステーション5盛り上がっていきましょう。超越、伊集院光の20点モノマネをする超越太郎でした。ズバーン、ズバーン。